中野作プロジェクトの豊田と申します。こんにちは。この建物は津波被害で解体の危機だったものを何とか残せないだろうかと所有者さんといろいろと相談しまして、最終的に私が買い取る形でこの建物を保存することができました。ただ修復するのには莫大な費用が必要だったもんですから、私個人の建物とすることは放棄しまして、 NPO を立ち上げまして、 NPO の建物とすることを決めました。それで、さまざまな助成金を、集めることで修復費用を賄い、また NPO の会員さんからいただく会費などでさまざまなイベントなどを運営していく建物となっています。ですので、古民家住む建物ですけども、私はこの建物を住む場所ではなく、さまざまな用途で使う建物として活用していこうと思っています。中野作地域には似たような、未利用古民家、使われていない古い建物がいくつもありますので、それらの建物も同じように、活用していく方法とか、あとは、別の地域から移り住んでくるような方を増やしていく取り組みもこの後進めていきまして、地域全体が元気になっていく、復興していくようなことを考える、拠点にしたいなと思っております。ここの所有者さんは震災の前に、おばあさん一人暮らしだったんで、なんとか建物を修復したいって、使いやすく直したいっていう相談を受けて、なんだったら庭先にご隠居部屋作ってそっちに住んでもいいって言われて、いやダメです、残しましょう、じゃないとあっという間に傷んじゃうよっていうような話させていただきました。でいろいろその時聞いたら築200年だっていうから、200年って偶然残らないんですね。たまたまなんかわかんないけど200年残っちゃうってことはなくて、200年残る材料を使って、残る大工さんの技術があって、で残るように家族が代々メンテナンスして手直しして住み継いでいかないと残らないから、200年残った時点でその建物は貴重な建物なんです。ただもう200年使ったからいいよ壊しちゃおうっていうのが、50年使ったから壊しちゃおうじゃなくて、長持ちする建物は長持ちするだけの理由があって、偶然残ってるわけじゃないので、私はどんな建物でも100年以上経ってればもうその時点で貴重な建物なんだっていうふうに考えています。まあ、そういうこととつながるのかもしれませんけど、豊田さんの方では、はい、ここで飾り火などのねイベントやったりとか、はい、まあ、要するに中野作というかこの浜に残っている、はい、いろんな地元の工芸とか伝統の祭りとか、まあ、もちろんその地元にある農業の文化とかですね、しかも 手作業の農業というか、はい、でそういうことをこうずっとこだわってね、はい、でこれからもそういうことで、まあ、地域のなんかネットワークを築いていこうということなんでしょうけど、はい、それはやっぱりそういったこう古いもの、古い地域が持っている古いものをこう未来へ生かそうと、でその中における学習を何か地域の財産にしていこうみたいな考えがあるんですかね。はい、お祭りとか節句とかそういったのって、年中行事って淡々とこなしていこういかないといけないもので、それで多分昔の農業のリズムだったり漁業のリズムだったり、その生活のリズムがある節目節目をきちんと大切にしていくことで維持されていって、そこに生活の知恵だったり文化がきちんと色濃く残ってたんじゃないかなと思いまして、私たちはここで忘れられそうな年中行事を淡々とこなしていこうと、これ見よがしにお祭り騒ぎするわけではなく、従来あったやり方をコツコツと再現していこうっていうのが古民家で暮らす以上やらなければいけないことかな。ただ自分たちやるだけじゃなくて、昔はこうだったんだよって知ってる人から聞いて教わって、ここでそういう情報を発信していこうと。もう一つ、ものづくりを昔ながらのものづくりにこだわっているのは、今国土交通省、国土交通省などで言ってる長期有料住宅っていうのは、建物を地震が来ても揺れない強さ、硬さ、柱が傷まない太さとかっていうことにばっかりこだわってるんですが、もう一つ大事な物差しで壊されにくさってあるんじゃないかなと思って、それは何かこうもうそろそろこの建物を壊さなきゃいけないねっていう時に、いやまだ使えるよって言ってくれる気持ちってどこから来るかっていうと、あの建物の土壁作り僕が関わったんだよとか、あの建物の壁の中に入っている竹を割ったのは僕だよとかっていう小さな思い
がこの建物あの一つの建物にどれだけ詰まってるかで、あのいよいよこの建物をあの壊さなきゃいけないんじゃないかってなった時に、あの当事者意識を持った方がその中から一人または一グループあの新たに生まれてくれれば残る可能性があるんですね。だから業者さんに全部丸投げであの綺麗な建物にしてしまうことはすごく簡単なんですけども、そうではなくてあのこの建物にいかに多くの人数が関わるかが建物の寿命に関わってくる、壊されにくさですね。強さには影響しないと思いますが、壊されなさっていうあの物差しがもしあるんだとしたら、国土交通省が言ってる長期有料住宅以上の壊されにくさをこの建物はもうすでに持ってると僕は思ってます。まあ、それはだから関わり合うことだし、地域の伝統とか文化とかっていうのを全部こうこの古民家の中にこう、はい、塗り込めていくという、そうですね、そういうことですよね。はい、でそれでしかもこうこの間ね、豊田さんおっしゃってた、はい、この成功感を人材育成の場にもしたいとおっしゃってた、はい、その辺はどんな狙いがあるんですか。はい、でせっかく広い場所ありまして、新しいものづくりの価値観をですね、私自身も思っておりますので、ここに名前をつけるときに漢字3文字で最後の一文字は館館っていう字をつけたいっていうので、あのいろんな人に公募してもらって、あの時ツイッターとフェイスブックで名前を決めたんですけども、館っていう文字だけは私が決めました。あの幕末の、私塾のような思いで、このここに来れば何か新しい価値観、物欲とかそういうのじゃなくて、あのよりよく生きるために何をすればいいか、あの何かあった時にどういうふうに人にお願いすれば、どういうふうにな人とつながっていけばそれを解決できるだろうか、そういうあの、金銭的だとか経済的な理由だけで何かを諦めてしまうのが当たり前な時に、どういうふうに人を動かして、どういうふうに人とつながっていけば何かを解決できるかみたいなのをみんなで考える場所にここをしていきたいなと、例えるなら幕末の私塾をここであの開いていきたいなというふうに考えて、そういったイベントもここであの定期的に開催していこうと思ってます。皆さんおはようございます。豊丸基礎の遠藤と申します。今回からの去年までは新都地区が対象だったんですけども、今回は両地区、豊丸と沼の内と、新都という3地区合同の夏祭りということで、参加させていただきました。70人の方が日本海からわざわざ遠藤を叫ばず私どものためにこのような企画をしていただいたということで、本当に地区民として心からお礼を申し上げます。ありがとうございます。天気も祭りにふさわしい天候になりまして、本当今日一日みんなで楽しんでいきたいなと、そんなふうに思っております。おかげさまで、この地区は、被災から3年4ヶ月経ちますけども、あの瓦礫がそのようにきれいに片付けられまして、今あの区画整理事業という形で、まちづくりを事業を行っております。あと2年ぐらいかかると思います。それと避難されている方々が地区に戻れるようにということで、災害復興住宅も、この6月できまして、まあ一部ですけどもう戻っております。で 10月には全部で300世帯ぐらいの薄磯豊間沼のうちの方が戻られるということで、来年はもっともっと多くの方が、参加できるのかな、そんなふうに思っております。そういうことで学校につきましても、中学校が、新たにこの上の方に新築されるということで、子どもたちもようやく笑顔が戻ってきたところであります。まあこういう中で、石川の皆さんには、今年3年目というところで、本当に私のために、このような企画ありがとうございます。まあ今日一日私どもを甘えて、このお祭りを楽しみたいと思います。
どうかよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。私チームこの辺をやっております名田と申します。今回、FB 会の谷口くんで月刊フラビズムの橋本さんとこの3本の柱で今回の会をさせていただきましたので、ちょっとずつ挨拶の方をさせていただきます。皆さんこんにちは。石川県、富山県、福井県でフラビズムという月刊誌を作っております橋本と申します。去年に引き続き、この富山に薄磯地区に来ることができて本当に嬉しく思っております。市長さんをはじめ、学校の関係者の皆様に改めましてお礼申し上げます。本当にありがとうございます。今日は短い時間ではありますが皆さんと一緒に楽しい時間が過ごせればいいなと思っております。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。僕はそれほど何もしてないようにこの場に立たせていただいております。僕 の、 その FB 会というのは、タヒチアンダンスのヒラゲさんを、この現地まで運搬する、運転手をさせていただいております。ただただそれだけの業務なので、ろくな喋りもできませんが、本日は皆さん楽しんでいってください。ありがとうございます。大したことしてないと言いますと、谷口君の本業は運送業でございまして、物でも何でも人でも運ぶのが得意技でございます。いつもいつも富山の方とか宇水村の方に差し来てさせていただきまして、ご縁を作ってくださっている大事な要素でございます。で、私の方のチームこの辺っていうのは小松の方、石川県の方のこの辺、この辺りの人間が集まって何かをしようというメンバーの集まりで、もうそのメンバーに去年来たことを言ったところ、今年は去年を超える人数の参加がありまして、みんな薄磯、富山、沼の内、こちらの方が大好きです。また短い時間ですけれども皆さんと交流させていただいて、いろいろ話も聞かせていただければいいなと思っております。何分自分たちは本業がこういうことをやってるものではないので、至らぬ点とか足りない点、失敗などいろいろあると思いますが、そこはご了承ください。外にはお召し上がりになっていただく食べ物、また被災地に行くということで提供していただきましたお菓子とかところてんとかいろんなものがありますので、それをぜひお持ち帰りください。また会場内ではそこで木工教室、あとバルーンのワークショップ、そちらで菓子作りの体験もやっておりますので、一つとか言わずにもう全部遊んでっていただければいいなと思っております。最後まで心ゆくまでお楽しみください。で、本来の方を入れながら感謝しないと Thank you.